イギリスのバッキンガムガーデンセンターに並べられた植木鉢の数々。植木鉢とは植物を植えるための鉢、容器の総称である。植木鉢とは植木や草花など様々な植物を植えるための容器の総称である。植物は一般的に根を張り、そこから水分、養分を吸収するための土壌が必要だが、それを保ってくれる容器である。また、 植物の角度や位置を保ってくれる。植物の種まき、発芽、挿し木、栽培、育成、展示など様々な目的で用いられている。目的ごとに様々な分類があり、例えば植物の生育過程別に見ると、種まきに用いるものは、ハッシュバチ、栽培途中に用いるものは、下手バチ、下手上がった後に写し美しく見せるために用いるものを、 化粧鉢などと分類している。また形状による分類法など様々な分類法がある。分類なお、日本では植木鉢とプランターを形状的に区別することが多いが、欧米ではあまり区別をしない。盆とも呼び、古来鉢植えを盆用と呼んだ。植木鉢は基本的に園芸店やホームセンターなどで購入できる。また、条件を満たす。 様々な容器をそのまま転用したり、加工して植木鉢とすることも可能である。透製の植木鉢の一例逆さにした状態。中央に排水口が開いているプラスチック製の植木鉢と受け皿透明の植木鉢スペイン、セビリアの植木鉢植木鉢は、上面部分が開放され、底面には水抜きのための穴が開けられた構造が一般的である。つまり、用土が常に、 一定の水分を保ちつつ、余分な水分が排出されるようになっている。また、底面が平面ではなく、周囲が盛り上がり、部分的に切り欠きを作るなど、そこからの水はけにも配慮されているものが多い。これは、排水が悪いと有害菌の繁殖や、老廃物、有害物質などの蓄積が進むこと、また多くの植物は根も呼吸しているのでそれが阻害されることなどから、 植物の生育が悪くなるので、それを避けるためのものである。したがって、この構造に合致し、なおかつ有害物質を含有していなければ、汎用の容器を転用しても差し支えない。しかし、欧米では穴の開いていない植木鉢も多い。このようなものは干渉の時のみに使われ、日本では植木鉢カバーとみなすこともあるが、欧米では一般に区別をしない。また、 全く平らな板に土を盛り上げても植物を栽培することはでき。実際に盆栽にはこのようなものもあり、これも特殊ながら植木鉢と呼びうるものだが、この場合自然に排水するので排水口は不要である。水槽用の鉢も排水口がない方が良いことが多い。なお、側面に植え込み口や排水口を持つ植木鉢も稀にある。なお西欧では排水口のある植木鉢は 受け皿がセットになっているのが普通である。また、観賞鉢では、スタンド、台がセットになっているものも少なくない。上端の周囲は、やや厚くなっているか、盛り上げてあるのが普通である。これは、強度保持と持ち運びの扱いやすさのためである。自由に比べれば、培養土の容量が限られるので地下部の生育には、限度があり、そのため地上部も小型化することが多い。しかし、 むしろそれを積極的に利用することも多く、場合によっては、盆栽のように、あえて小さめの植木鉢に植え、さらに根を切り詰めたりして地上部の生育を抑制し、歪症化させる技術も盛んに行われる。地上部も剪定したり、成長抑制ホルモンを使用することもある。さらに、その地の土質や環境では栽培できないものでも、鉢の培養土やその置き場所、 管理などを調節することで栽培を可能にするという面もあり、特殊な条件を求める植物であっても鉢植えならば、栽培が可能になる例も少なくない。多くの洋蘭は着生植物だが、鉢植えで栽培されている。栽培用、観賞用など、その目的に応じて材質は多岐にわたるが、特に陶磁器が非常に多い。中でも瓦家、陶器が多く、その理由としては、 保水、排水や、通気のバランスが良いこと、美観的に植物によくなじむこと、直射日光や水に対して丈夫なこと、比較的安価で大量に供給ができることなどによる。特に素焼きのものは、通気が良く、鉢表面からの水分蒸散により鉢内が蒸れにくく、多くの植物の育成に適している。ただし素焼きのものは乾きやすいこと、割れやすいことと美観に劣る欠点がある。 一般に売られている素焼き鉢のうち3の部分のみ上薬を塗ってあり全体に赤みがかったものはダオン鉢と呼ばれる一般的な素焼き鉢が約摂取700度なのに対しダオン鉢は約摂取1000度の高温で焼かれているので割れにくく丈夫であるが通気性は若干劣る言い換えると水持ちが良い育病のためにはかつては素焼き鉢や 上実のダオン鉢が主流であったが、現在はビニールポットが圧倒的である。また、パルプやピートをプレスして作った育病用鉢もある。これらは時間が経つと次第に腐食して土と同化するので植え替え時に抜かずにそのまま自植えしたり、さらに大きな鉢に移し替えることができ、根を痛めることが少ない。ただしこれらは短期間しか使用できず繰り返して使う。 こともできない。西洋の干渉用の植木鉢としては、庭園用には、石碑や土器製、青銅製や鉄製のものが多かった。室内用としては、マヨリカなどの陶器の他時期や、石器も多い。この他尻尾や、真鍮、銅、鈴などの金属製や、木製のものも見られる。稀にガラス製のものもある。中国では軽徳鎮などの時期、技工などの手で、 紫泥木が盆栽や蘭の栽培用に作られている。日本では、伊万里焼きなどの時期、常鍋焼きの手礼、しがらき焼きなどが盆栽に、丹波焼きの焼きしめ、落焼きやしがらき焼きなどの陶器が宿根草や山野草用に作られる。一般草原用の鉢も、しがらきのものが多い。この他か埼玉県や愛知県などの河原や、 土管のメーカーによって作られている植木鉢もある。また、軽石を成形して作られるものもある。現代では、合成樹脂の発達により、プラスチック、ビニール製の植木鉢が増えている。安価で軽いなどの利点があるが、通気性、耐久性や高級感に乏しく、陶磁器製植木鉢を駆逐するまでには至っていない。しかし先日のように生産農家などでは、ビニール製が大部分を占める。 また屋外用のものとして、コンクリート製のものもあるが、石灰分を嫌う植物には適さない。このほか、アワビ、シャコガイなど大きめの貝殻や、ヘゴの幹をくり抜いたり、ヤシ殻や、竹筒等の自然物を利用することもある。園芸にとって植木鉢はなくてはならない存在である。もともと園芸は特に都市で行われる場合、庭園という場所を必要とする関係上、 造園術と密接であり、その統率下にあったと言っても過言ではない。しかし、植木鉢の登場により、造園術の束縛を離れて、単独の文化として存在することが容易になったということができる。植木鉢の起源は明らかではないが、屋外に放置した時に土が溜まり、そこにどこからか種子が飛んできて落ちたか、あるいは果実の食べかすの種子を捨てたかして育ったのにヒントを。 えたのではないかと考えられる。そもそも他の用途の容器からの流用が簡単であることもあり、古代文明にはすでに植木鉢が存在していた思われるが、資料はほとんどない。中国では盆栽の祖形である盆栄が遅くとも東大には行われていたようであり、宋代には確実に植木鉢による栽培が行われていた。日本では平安時代には盆栄が行われ、 下って、鎌倉時代、上野国佐野に住む、ある霊落した武士夫妻が大雪の晩、旅の僧に宿を壊れ、大切にしていた、秘蔵の鉢植えの梅、桜、松を共王のために焚き木にしてしまうが、このおかげで後に出世するという筋の脳、パチの木は有名である。このことから、すでに、鎌倉時代には鉢植えが、趣味園芸として行われていたことが伺える。 また、日本の江戸時代は、園芸が非常に交流した時代であるが、自由よりは、鉢植えの文化であると言ってもよく、それは、小型の植物が多く愛好されたこと、花や葉の非常にデリケートな美が追求され、風雨から保護したり、屋内に取り込んだりしてじっくりと近くで花や葉を、干渉する方向に育種が進んだからである。他にも当然移動が容易なことも大きい。 参勤交代により常に自国と江戸を行き来しなければならない大名やその家臣にも話す気が多く、その都度移動できる鉢植えは便利であった。またしばしば行われた花合わせへの出品のため、大阪から江戸へ朝顔の鉢植えを早にで送った豪商の愛好家もいた。こうして鉢植えによる栽培は将軍、大名から庶民に至るまで幅広く行われていた。庶民が普通に使う 植木鉢や繁殖や初期育成などのためには日用品的な素焼き鉢、陶器鉢が用いられていた。江戸の下町での鉢植えの売り歩きなどで売られたものには土鉢と呼ばれる素焼きの植木鉢が使われていた。江戸では今土焼きが有名であるが、このような日用品的な植木鉢は各地の窯で製造されていたと思われる。セット焼きの陶器鉢もよく用いられ、 本来他の容器であったものに排水口を開けたものもしばしば見られる。入谷合わ氏は明治時代初期に始まったものであるが、やはり今戸焼きの植木鉢が使われていた。当時の鉢は現在のような片押しではなく、六郎を用いて制作されていた。これら現在ほとんど残っていず、ごくまれに今戸焼きの鉢が盆栽に使われている程度である。 またそればかりでなく、多くの盆栽は高価に取引されたので、特に江戸時代も中期に至ると植木鉢も伊万里焼の染付など、それに見合う立派な陶磁器のものが製作された。当時の錦絵などを見ると、実に多様な鉢に植物が植えられていることが見て取れる。それらの多くは陶磁器であるが、木製や金属製のものも見られる。それらの中には中国磁器もあるであろうが、 日本製の陶磁器も多かったと思われ、小いまりや落焼の植木鉢をしばしば見ることがある。また大名が趣味で焼いたお庭焼きのようなものもある。一方、淡い花色が多い桜草等では、花色を生かすためもあり、茶道の茶道具にも通ずる、わびた風情の陶器鉢が愛用される例も見られる。江戸時代の園芸は、これら多様な陶磁器鉢に支えられていた。特にこの時代には、 各地で洋業が盛んになったこととも関係しているのであろう。この他、箱に植物や石、ミニチュアの建築物等を配して景色を模した箱庭も作られた。ヨーロッパのバロック式庭園では大理石や聖堂などでできた古代イギリシア風の飾り鉢がしばしば設置されていた。また16世紀頃から園芸が急速に発展し、イタリアでは マヨリカ製の植木鉢も使われた。イギリスやベルギー等でもやはり植木鉢で栽培する植物が特に早くから育種された。イギリス等では、はじめのうちは素焼きで飾り気のない鉢が普通であったが、次第に展示用の飾り鉢が発達し、特に18世紀から19世紀のヨーロッパでは、豪華な長度の中でも引けを取らないよう、マイセ線やセーブル、 ウェッジウッドをはじめとする著名な間などでも豪華に装飾された磁器や石器、陶器の飾り鉢が製作された。特にジャスパーウェアには茶器や壺などに混じって植木鉢もしばしば散見される。また特にフランスで時折見かけるものに木製でもマホガニー等を使った豪華なものがあり、銀製や真鍮製の凝ったデザインのものも少なくない。この時代は 産業革命の進展により、ガラスや鉄材の大量生産が可能となり、温室が普及、また一般建築でもガラスの多様により、室内が明るくなり、これらにおいて、室内での植物栽培が増え、植木鉢の需要が増した。19世紀に入り、西欧では、近代的生産園芸が発展し、大量の育苗用植木鉢が必要になり、これに合わせて、イギリスで、 素焼き鉢の大量生産が始まる。こうして生産された鉢は、園芸業者や植民地のプランテーション等で大量に消費された。やがて、日本でも素焼き鉢は大量生産され、この状態は、第二次大戦後、特に昭和40年代以降ビニールポットにとって、変わられるまで続いた。アメリカでは19世紀末から、陶器製造会社がいくつか生まれ、 市販世紀ほどの間に世界有数の陶器メーカーに成長する。アメリカでは広い住宅を飾るのに装飾用植木鉢は重要なアイテムであり、これらのメーカーにとって装飾用植木鉢は主力商品の一つであった。しかし、第二次大戦後は安価な日本陶器の輸入とプラスチック製品の普及により急速に衰退した。現在イギリス、イタリア、 日本などで素焼きや陶器の植木鉢がよく生産されている。中国でも技工を中心に生産が盛んで、このほか、最近ではタイ製、ベトナム製、マレーシア製などの自給植木鉢もよく輸入されている。植木鉢は植物の整理に合致することと鉢そのものの美観という二つの条件を満たされることが重要である。これらのどちらかに重点を置くかにより、 栽培用の鉢と装飾、展示用の鉢がある。ビニールポットやダオン鉢は最もシンプルな栽培専用鉢であるが、一般的には両者を兼ねているものが多い。欧米では装飾専用の鉢が発達しており、干渉に適した状態になった植物を栽培用の鉢のまますっぽり収めるか、植え替えて使用する。また、切り花を生けるためなどにも使用する、汎用的なものであり、 美しく装飾されたものが多く、鉢そのものが干渉にこらえうる美的価値を持っている。このようなものを英語ではジャーデニア、またはキャッシュポットと呼び、栽培用のものはプランター、フラワーポット等ということが多いが、それほど厳密に使い分けられてはいない。高い台とセットになっていることもある。一方、盆栽などの日本や中国の伝統的な園芸では、 植物と蜂がよくなじんで一体化することが重要なので、このような飾り鉢はあまり使われないが、植物の美しさを引き立てつつ、しかもそれに見劣りしない風格飛びを有する鉢であることが重要である。この他幅、奥行きに対し高さの比率が大きい鉢を深鉢という。また、特定の植物用、ジャンル用に特化したものも見られる。これらはその植物の整理や形状に合わせたり、 視覚的効果を狙って作られている。東洋蘭用の蘭八観覧の展示会にてまた植木鉢と保温用のカバーが組み合わされているものもある。ワーディアンケース、アクアリウムもその意味で植木鉢の一種とも言うる。植木鉢の大きさは植える植物体の大きさや数にほぼ対応して決められる。細かく言えば見た目の美的バランス。 植物の地下部の形態や量、また培養土の総補水量と植物の生活に必要な水分量とのバランスなどでほぼ決まる。もちろん乾水量や置き場所の環境等である程度調節できるのでそれほど厳格なものではない。植木鉢の最上部の円の直径を測りサイズを決める。様々な大きさのものがあり、小さなものではミニ盆栽用の直径3センチメートルほどのものから 巨大なものでは1メートル以上のものまである。大鉢、中鉢、小鉢という分け方もあるが、絶対的なものではない。一般的な園芸では、およそ直径15センチメートルから20センチメートル前後が、中鉢、30センチメートル程度以上が大鉢と呼ばれることが多い。1号、1寸は3センチメートルほど。高さが同じでも、直径が違えば号数が異なる。 日本では一般的な植木鉢は完全に正確ではないが尺刊法に準拠した規格で製作されていることが多い。例えば3号鉢は合計が約3寸、7号鉢は同じく約7寸、10号鉢、または尺鉢は合計約10寸という具合である。5号以下では5分ずつ小さなサイズがあることが多い。同じようにイギリスの古い植木鉢では 同様にほぼインチ、フィートに従っていることが多い。となる。培養土を用いて植物を鉢に植え込み適当な管理を行う。用土や管理の方法は当然ながら植物によって大いに異なるが、おおよそ共通するのは以下のような点である。多湿を好む植物は乾きにくく排水や水分蒸散が過剰でないもの、乾燥を好む植物はその逆など、 植物の水分要求度によって使い分けることがある程度必要で、現実にこのような植物に特化した植木鉢もよく見られるが、培養土の吟味、完成や栽培上の環境などでかなり調節はできる。むしろ、地下部の形状や大きさによる容量に注意する必要がある。例えば芍薬や副樹草など長いヒゲ根を持つ植物には大きめの鉢、 地下系で横に繁殖しやすい植物には深さよりも、広さのある鉢、ごぼう状の直根を持つものには深鉢が必要である。一方、着生植物の一部や食中植物など地下部のあまり、発達しない植物では、重心や美的バランスを考慮しなければ、小さな鉢でも良い場合もある。またティランジアのように植木鉢をあえて必要としない、着生植物もある。 鉢の用土が悪くなったり、植物が大きく育ったりすると植え替えをする。鉢から植物を用土のまま抜き出し、古い用土を捨て根本の掃除をして新しい鉢に植え直す。植え替えの時期は大抵は植物の活動が鈍っている時期である。この時に株分けを行うのもよくあることである。鉢植えをより美しく演出するため、古来から展示方法も 様々に工夫されてきた。しかし、場合によっては鉢を隠す演出も見られる。室内等で干渉する場合、排水口から流れ出る余剰な水を受けるための受け皿を併用することが多い。欧米では排水口のある植木鉢には普通同じ材質、デザインの受け皿がセットで製造、販売されることが多い。その場合、受け皿の口径は原則として、 植木鉢の光景に等しい。さらに受け皿の下に受け布を敷くこともある。ある程度まとまった数の植木鉢を陳列するときは数八分が収まる大きな金属製の受け皿を使うこともある。培養土の表面には化粧砂が施されることもある。多くは植物名や品種名を記した名札、ネームプレートが鉢の円に設置される。これらは現代では プラスチック製が多いが、凝ったものでは、漆塗りや、陶磁器のものがある。ダウン鉢や、ビニールポットの場合は、鉢カバーを使うこともある。また欧米では、干渉鉢にすっぽりと収めて飾ることも多い。欧米の大型干渉鉢は、単独で床に直接設置する場合は、椅子の生活スタイルから、高さ数十センチメートルのスタンドが使われる。これも植木鉢と同室、同質。 動柄でセットになっていることが多いが、祈祷で別に作られるものもある。また鉢とスタンドが一体化して作られているものもある。センターピースとして卓上に飾るものは足付きの台が付属していることがある。盆栽では、室内では多くの場合入念に装飾が施されたシタンなどの唐木で作られた台を設置し、その上に置くことが多い。 台は多く植木鉢の形に合わせたものが用いられる。古典肉では屋外に花壇と呼ばれる横長の長方形の展示場を設営する。三方を吉津で囲い、屋根を設け、背景には障子を配することもある。植木鉢は三列から五列に並べ、地面を掘るか土を盛り上げて埋め込み、地面から植物が生えているように見せることもある。ひご花あやめや 日後朝顔では室内にもうを敷き、一列に鉢を並べ、背後には屏風を立てる。おもと塔では、一鉢ずつ、木製の台に乗せることが多い。桜草では、屋外に、花壇と呼ばれる屋根付き展示台を作る。菊花壇に類似するが五段の棚を持ち、三十三鉢から三十六鉢を陳列する。イギリスのオーリキュラなどは十八世紀から、展示台に、 多数の鉢植えを陳列した。これを舞台に見立てて、シアター、または、ステージと呼び、豪華な装飾を施し、実際の劇場のように、オペラカー店を備えたり、ランプを備え付けて照明するものもあり、背景には、風景画を描いたり、鏡を貼って後ろ側も見えるようにしたり、黒のベルブットで大い花を浮き立たせたりするなどの、 試みが行われた。この大園芸の進展に合わせ、ビクトリア時代には特に金属製の洒落た植木鉢スタンドが流行し、多くは、数段からなる角形や円形、半円形などの様々なものが市販されていた。また、水槽や鳥かご、噴水、彫刻などとセットになったものもあった。イベント的な花の展示会では、統一感の演出のため、 多くの鉢植えを樹皮チップ等ですっかりを覆い、同一の地面から生えているように見せかける手法もよく取られる。なお、工芸品として、それのみで干渉に値する植木鉢も少なくないが、全体的に見て植木鉢は日用品扱いされ、一般に陶芸の世界では植木鉢は重視されていないことが多い。植木鉢にとって不可避的な問題点は、 施肥や水やりの失敗などによるネグされなど、管理者の攻めに返すべき自由を除くと、植物体、特に昆布の成長によって生じる昆布と植木鉢内壁との密着により、植え替えなどの際に植物体を鉢から抜去するのが非常に困難になることであるが上昇することと昆布が植木鉢内壁に密着することによる、精子摩擦力の増大による。 このような状態になると植物体を無傷で植木鉢から抜去することが非常に困難になるので大抵、陶磁器鉢の場合は鉢を割ったり、またプラスチック鉢の場合はハサミなどで鉢を切って除去することとなる。植物体昆布の生育が著しい場合は植木鉢の壁面に亀裂が生じたり割れたりする等の鉢割れという現象が起こる。特に陶磁器鉢の場合は内圧に弱いため、 比較的よく鉢割れを起こす。また、陶磁器鉢では、鉢の壁面に亀裂が入ってはいるが割れ切らずにいる、という現象もよく見られる。しかし、この、鉢割れという現象を逆手に取ることで、あらかじめ鉢壁が割れている鉢を作ることができる。その製法は、鉢割れを起こした鉢から、植物体を抜去し、接着剤等で割れを補修し、鉢の外周にナイロンバンドを巻くなどして保持する、 ことにより完成する。この蜂の特徴は、昆布の発育により容易に割れることである。つまり一万一、パチ割れを起こすほど植物体昆布が旺盛に、発育したとしても、接着剤で接合した部分が無傷の鉢よりも、はるかに低い圧力で割れることで、昆布へのストレスが軽減されることである。このような鉢を、カチ割れ鉢と称する。しかし見栄えの点から、 現在、市販はされていない。なお、植物体を植木鉢から抜去する方法としては、竹べらや薄くて断性に富む金属板を植木鉢の内壁と、いわゆる根鉢の間に挿入して、左右にこじることを8前週にわたり繰り返し、昆布と植木鉢内壁との密着を剥がす方法もある。ただこの方法では昆布を痛めやすいことに留意する必要がある。 植木鉢なしの状態、つまり植物の根に土がついただけの状態のものを例えばコンクリートやタイル張りの場所に置いても水をやるたびに土壌が流れていってしまいやがて根がむき出しになってしまう。また植木鉢なしでは植物の角度が安定しない。栽培法及び作業法、職業訓練教材研究会 ISBN 978から47億8631万218ありがとうございます。